上白クイズダービー。はい、すっかりおなじみになりました巨泉のまとめて100万円、そういうものがありましたって感じですね、というわけでクイズダービーでございます。いよいよ決勝戦でございます、ね。ルールをちょっと小池さんの方から説明していただきましょう。では早速ルールをご説明します。クイズダービー、決勝のクイズダービー、問題は全部で5問あります。最後の問題では倍率が倍になります。また各チームの皆さんの獲得点数にいつものクイズダービーの3000点をプラスして持ち点とさせていただきます。さあ、それではですね、決勝に、勝ち残ったですね、4チームをご紹介いたしましょう。向かって左から関口博士のサンデーモーニングチーム、持ち点が9500点、結構しぶとかったですよ、予選で2番手だ。雨よりも優しく、北斗さんから佐野さんが7500点、あとはずっと並んでますからですね、十分逆転のチャンスありますね。慎吾の町蔵さん、山城さん、梅宮さんは座ってるだけで役立たないでしょ。だけど、たっちゃんは全く